今日はスティルルームが1周年ということで、店主様、スタッフの皆さんおめでとうございます。ささやかですけれど、ビオラの演奏をプレゼントさせていただきます。はい、あと、集まりいただいた皆さんと一緒に、音楽の楽しいひとときを一緒に過ごせたらと思います。数曲ですけど、全部で7曲ですけれども、最後までお楽しみください。お願いします。カナダ人のアンドレ・ギャニオンさんの曲を弾きます。曲は巡り合いです。この方は19人兄弟の末っ子の方で、今は、作曲家兼ピアニストとして活躍している70歳 の、 インターネットで画像を見ましたら、すごく紳士的な優しそうな紳士です。はい、ではこの曲聴いてください。
見てください。ネタバレになっちゃうので、あまり詳しいストーリーは言いませんけれど、これはイタリア映画です。で、1989年に公開されました。で、映画の大まかな内容は、中年になった一人の映画監督がいまして、その人はイタリアのシチリア島の片田舎の出身だったんですけれども、ちっちゃい時、そこのシチリア島でのたくさんの思い出が詰まっていて、それを回想するシーンでその映画は成り立っています。ぜひまたいつかご覧ください。ではその中の、愛のテーマというのを弾かせていただきます。Thank you.
この方はもうお亡くなりになっているんですけれど、この方は、沖縄に行かれて、サトウキビの畑を見て作曲されました。で、サトウキビ畑の下にもね、子供たち聞いてる。戦争で死んじゃった人がたくさん埋まってるの。全然違うね、サトウキビはすごく美味しいけれども、その沖縄の土の下には戦争でたくさんの人が死んじゃって待ってる。で、この曲は少女の物語で、女の子が、戦争で死んだお父さんをサトウキビ畑で、思い出す、そういう曲です。Thank you.
あ、そう、聞こえてきたの。何の勝手だよ。角曲がるとこ。そうですか。それ聞きいただいてありがとうございました。はい。もう最後の曲になってしまったんですけれども、最後はまたディズニーの曲で、終わりたいと思います。ディズニーの不思議願いを。ピノキオ知ってる？ピノキオ知ってる？ピノキオ知ってる。曲を弾きます。
スティルルームのファンがたくさんいるということで、これからも楽しいお店作り頑張ってください。おかげさまで1年やっと経つことができました。ね、皆様のおかげです。ありがとうございます。なんかジーンときますね、この人。はい、ありがとうございます。では最後までお聞きいただいてありがとうございました。じゃあ皆様は引き続きごゆるりとゆっくりとお移りください。もう一度拍手を。